ナミさんこんばんは。即火塾こ語です。台風いかがですか新潟の方は。結構ひどい状態になるんじゃないかなと思いますけども、私ね、天気予報すら見ないんですよ。ですんで、台風があったってのは、こうやって YouTube でね、なんとなくわかるんですけども、えー、私の住まい、今日もね、ヤマトくんと2人で公園行ったりとか、外歩いたりとかしてるんですけども、まあ、小雨ぐらいはあったんですけども、なんか本当に夕立の方がひどいような感じでね、 うん、台風なんてあったのみたのみいな感じですよね、うん、もう私はねいつもそんな感じで天気予報よりも真上を見てだいたい自分で決めるんですよね天気をね、うん、だからね「うん台風か <laughs> なんかどっか遠い国のようだな」みたいなねまあテレビを見ないといってもね天気予報ぐらい見ろって感じなんですけどもそれすら見ないぐらいの寄 <laughs> せ人になっておりますまあキャの久保でございますえそしてねあの商品ののご案内の えー、私の方にもご依頼いただきましてありがとうございます。まあ、ナミさんの商品を紹介できるのは私としてもね、まあ、ほんまれの一つでもありますし、まあ、あと私は商品をね、ほとんど売らないんで、まあ、ちょっとはね、ビジネス関係のこと、それからセールスないと不自然だなと思うんで、これからもどんどん私のことは使ってください。えー、でもなんかあれですよね、商品のセールスを今回いきなり始めたみたいですけども、なんかね、こう対談みたいなことがあるともっといいのかなと思いますし、私もね、あの、セールスに、 うん、そういった形で参加できれば、この上ない喜びだというところでございます。実は明日の21時から、あ速華塾の塾生さんのカブスクール、こちらの方の進行状況、進捗状況のことをいろいろ聞いてみたい対談があるんですよね、ズームで。まあ、あの、そちらの方もだいぶセールスが進んでるみたいで、本当にね、1年前の今ぐらいの時期に速華塾の方にご縁をいただいて、で、いろいろと講義をね、 その方には個別でお送りしてたんですけども今回こうやってカブスクールが実を結んで今本当にねあのー、そこの生徒さんがメキメキと力を上げていってでカブスクールを初めて運営するそのストーンさんって方なんですけどねその方もねかなりその運営に自信を持って今ね動画の再生数もう,うなぎ登りなんですよで本当にねもうちょっとで1000回前後のが量産できるような感じで真のこもった動画を作ってくれてるなと思うので そこのね、あの、投資に関するコンテンツ作りはセンスあるなと思いましたね。私の動画も結構参考にしていただいてるみたいなんで、この上なく喜びです。私が FX のプロフェッショナル、彼が株のプロフェッショナルってことで、まあなんかね、二つとも、あの、双璧と言いますか、速可塾の二つの投資の壁ができたなと思っております。まあ、暗号通貨はね、運次第なんで、あれは別に投資に含めなくてもいいかなと思うんですけどね。それから NFT 事業のことですけども、NFT ね、私ね、まだ懐疑的ではあるんですよ。 会議的な中でも進んでいかないと分かんないところまで来ましたんでやってますけども AI アートに関しましては私ね毎日のように発行してるんですよ AI アートもう今ね1000枚以上になって AI アートアーティストとしてデビューしてる側面もあってで実際これがねどうも売れるみたいなんでマーケットに出してみようかなと思うんですよ一つのテーマを決めて例えばゼロからね1週間で3万とか5万という売り上げが作れるらしいんですよそれは今 NFT AI アートに注目が集まって参入者が多いからっていうところもありますし、ロジック的には私は思うんですけども、私が発行している AI アートっていうのは、もう基本的にはランダムで上がってくるんですよね。私がこうやって意図して書いてるわけじゃないんで。ランダムで上がってくる中で気に入ったのがあればいいんですけども、なかったりするんですよ。そうすると、他の人が発行している AI アートの中にいいものがあったりするんですよね。あ、これ欲しいなみたいな。だから、そこに勾配が起きるっていうのはよくわかるんですよ。私もね、 人のだろうが自分のだろうが AI やといいのがあったら何枚か欲しいなと思うのはあるんですよ。そして NFT が裏付けになってそれが移譲されると完全私のものなんで商用利用とかできるわけじゃないですか。いやこれはなんかいいなと。で使いまくった後にまた販売すればいいわけなんでね。うんまあ、そういうのも見えてきましたし実際にこのマーケット 流入金額が大きくなってますだから当時のねあの暗号通貨の黎明期みたいな感じでお金集まってるんですよだからあとは離脱時期を間違えなければいけるのかなと思いますそして商品は一流のやつを使わないといけないので今回のように古賀賢二先生とかねマイケル・ジャクソンみたいなのが出ていかないといけないしあと裏付けに、えー、ナルト美術館が付いてるのもまあいいかなと思うんですよねいろいろと駒が揃ってるんで今回はここでいこうかなと思ってます、うん、あのだい万い万から300万ぐらぐは ここにぶち込む資金を用意しましたんでそれでえなくなったらまあ潔く終わろうかなと思いますしたぶんね私が AI アートアーティストやってるんでそっからの売上金も入ってくるんでオープンシーとかでもそうです売りますしね結構期待持てるなと思ってますねそれから3つ目 FX なんですけどもまあ FX はねさらに私もねこうやってねオリガルヒのグループ作ってから力がついたのとその熟成さんがね稼いだ金額とかを上げてくれるんですよ うん、これは嬉しい反面、そうじゃないんだと。稼ぐことがすごいんじゃなくて、テクニカルを身につけたことがすごいんだから、そっちの方を送ってくれと、テクニカルが分かったみたいなのバンバン来るとね、いいんですけども、なんか、いくら儲かりましたみたいなのが来るんで、いまいち、私の FX にかける精神力っていうんですか、思いっていうのが、まだ伝わってないところがあるかなと。もちろん、早く稼ぎたい気持ちもあるんでね、分かるんですけどね。それはもう、今年のね、前半はかなり稼げたんでね、売債入れとけば。 私もね、だからね、FX オリジナルのコンテンツの中にバイ以外入れてないような感じですよね。セルっていうのを一回入れましたね。難品で全損した後のセル。これはやりました。これも撮りましたけども。うーん。これからも分かりやすく伝わりやすい表現に努めようかと思います。な、ま、め、あ、さん色々と今回ね、返信申し上げましたけども。何卒これからもよろしくお願いします。タカさんの返信動画もこれから作ります。いってらっしゃい。